松野鶴平、松野鶴平、松野鶴縁、明治十六年、1883年12月22日、昭和三十七年、1962年10月18日は、日本の政治家、衆議院議員、鉄道大臣、参議院議長などを歴任、憲法十数に長けたことから、松野鶴平と、あだ名された。また、実業家として、菊池電気機動、現 熊本電気鉄道の社長も務めた、熊本県平民。妻、滝野は、商工大臣等を務めた、野田宇太郎の娘。自由民主党政調会長、総務会長などを務めた、松野来蔵は三男。民進党の衆議院議員松野来休は孫。2016年ミス。日本グランプリ受賞者の松野美香総村にあたる。 明治16年、1883年12月22日、熊本県菊池郡城、北村、後に、鴨本郡菊花町、現在の山賀市中納の長男として生まれる。父、松野長八は農業を営む傍ら馬の仲買人をしていたが、鶴平が生まれて間もなく、農業に見切りをつけて作り酒屋を始めた。鶴平少年は、家業の酒造業を手伝いながら、 地元の木野小学校に通った。旧成城北学館中学校出身。松野によれば、酒造業は、名だなどのように名前が通るようになれば別だが、地方の片田舎での営業は、なかなか波があって難しい。私の家もご多分に漏れず、どんと儲かったかと思うと、ばったりと行けなくなったりして、とにかく浮き沈みが激しかった。だから小学校を出て、 中学校に入ったけれども、家業の方が気がかりで仕方がなかった。中略家業を潰しては困るから私も小さいながら、よく働いたものである。学校はどうせ中途半端な通学しかできないのなら、いっそやめてしまえ、と思って、中途で退学してしまった。そして、それからはもっぱら家業に励むことになったのである。これが私の社会へ出た第一歩であるという。地方政界を経て、 大正9年、1920年、第14回衆議院議員総選挙に、故郷の旧熊本県第4区から、立憲声優会公認で立候補し当選。以後、7期当選。声優会では、鳩山一郎派に所属し、内務政務次官、声優会幹事長、与内光政内閣の鉄道大臣などを歴任した。昭和七年、1932年2月20日の、 第十八回衆議院議員総選挙では、声優会の選挙対策を取り仕切り、四百六十六議席中三百四議席を獲得し、選挙の神様の異名を取った。昭和十四年1939年に声優会が分裂した際は、鳩山役原ふさの助らと共に、声優会政党派に所属し、戦後は鳩山と共に、 旧政友会政党派鳩山系勢力を急合し、日本自由党の決闘に参加。総務となる。しかし、昭和21年、1946年5月に鳩山が公職追放となったため、後継総裁をめぐり小島和夫、松平常夫、外務大臣の吉田茂浦の名前が取り沙汰される中で、鳩山と共に吉田を訪問し、後継を打診するが最初拒否される。 鳩山はこれで諦めたが、松野はそれから夜な夜な吉田の元を訪れて、総理外論とでも言うべき講義を行い、ついには吉田をその気にさせてしまった。これを聞いた鳩山は、松野君は外相皇帝の兵を乗り越えてまで、吉田君に会いに行くそうじゃないかと不快を隠さなかったという。松野自身も公職追放となったが、頭務に弱い吉田首相の指摘政治顧問として、 吉田内閣を支えることになる。昭和27年、1952年の追放解除後は参議院議員に当選する。政界の寝技師として、同年の抜き打ち解散を吉田首相に進言したり、吉田派と鳩山派の政権構想では、仲介役を務めた。この間、昭和22年、1947年の総選挙で、三男、大蔵が、 松野の身代わりとして生まし、初当選した。しかし、造船義国をきっかけに、吉田体制が崩壊する中で、内閣不信任案を突きつけられ、解散総選挙を目論む吉田に対し、総裁あっての党ではない、党あっての総裁だ。自由党から吉田を除名すると激怒。副総理の小形武虎と共に、大臣へのきっかけを作った。昭和30年。 1955年の保守合同でも、プロモーターとして活躍し、自由民主党決闘に参加。自民党の初第三議員議員会長に就任。昭和31年、1956年、小形の休止に伴い、2月に公認の総裁代行委員となる。4月には参議院議長に選出される。戦後の参議院では、議事の遂行において公平を期すために、 議長在任中は党籍を離脱する慣例となっていた。松野以前の三人が所属していた、緑風会は、無所属議員のための会派であって、身分的には部署である。だが、戦前の帝国議会で、唯一の公選によって選ばれていた、衆議院の議長、通常は第一党から選出は、その党籍を維持してその権威によって、議事運営を行う一方で、 第一党の独断的な動きに対しては、党員としての発言力によって阻止し続けることによって、その暴走を食い止めるという慣例が存在していた。戦前立憲政友会に在籍していた松野はその時代の議長官を戦後になっても保持しており、他党の党籍離脱要求にもかかわらず参議院、議長在任中も党席を維持、自民党会派にも所属し続けた。 日米安保条約改定などで政局が流動的な情勢の中、松野は己の議長官に忠実に従うことによって自民党側の強引な議事運営を防止しつつ円滑な審議に尽力して一定の成果を収めたが、それは同時に参議院の正当化を促進することにもつながった。松野の公認となった茂宗雄三も 同様に自民党所属のまま参議院議長を9年間務め、党内で絶対的な権力を持つに至った。議長の党籍、内氏は院内会派からの離脱が定着するのは、茂宗の公認となった河野健造が党籍を離脱してからである。昭和37年、1962年10月18日、78歳にて死去、ジュニ 君一等曲日投下大受賞。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。